駿河城午前試合は、南城のりによる日本の時代小説。オール読み物1956年2月号に第1話、無名逆流れが掲載され、その後1962年までにかけて、とびとびに数紙に、全12話が掲載された、連作短編小説。寛永午前試合の奮本であったとされる寛永6年の、駿府城主徳川大納言。 ただなの11番の午前試合をモキュメンタリーの設定で描いた作品である。その内容も、関営午前試合の結果と同じく、11番のうち8組に勝敗あり、3組が相打ちとなっている。ただし、駿河城午前試合では、真剣をもって行われ、各試合の敗者は死し、相打ちでは、両者が死すという悲惨な結末となっており、 南条のりおの残酷物と呼ばれる作風を象徴している。同作者の別作、豚ましい絵巻には、スルガ城午前試愛が一エピソードとして、数ページにわたり十一番勝負の概略が記されており、十2は、剣士すべてヘールにて数行にて記された内容の詳細も描かれている。また、徳川忠長が次第に狂気に陥っていった描写も、豚ましい絵巻の方に詳しい。 本作は長らく絶版状態が続いていたが、2003年より、無名逆流れを、山口隆義が漫画化した、シグルイが連載され、これが人気を博したことから、復ッ .com での復刊リクエスト投票がなって、2005年に、徳間文庫から復刊版が発売された。復刊された、徳間文庫版の表紙には、シグルイ第1話の画が採用されている。 寛永6年9月24日、徳川大納言、忠だ長の面前で真剣を用いて上乱試合が行われた。11組中で8組は、一方が相手を殺しており、あとの3組が相打ちという精算な試合で、城内南広場に敷き詰められた白車は、血の海と化し、死臭があたりに漂い、見物の侍さえも、密かに列を退き、王とするものもあった。 しかし、忠だは、終わりまで平然とその試合を見届けたという。この試合については、忠だのその後の所行のこと、及び試合の生産者のために流電することは、禁じられたが、席上に居合わせたものが、密かに書き残したものが読み伝えられて、関永午前試合として知られるようになったといい、その実態は、静岡県在住防止家電の、鶴ヶ台名言引写本にて伝えられたものとされる。 第一試合は見物者を大いに驚かせた。西側から現れた剣士、藤木玄之助は、左腕の付け根から先がなかった。それに付き添うのは20歳くらいの美女、三重。一方、東側の剣士、伊良子清春は右足を引きずるだけでなく、盲人だった。そして、彼にも豊島ながらも声援な美女、幾が付き添っていた。だが、周囲がさらに驚いたのは、 清春の異形の構えだった。それは、盲人が地面に杖を突き立てるように、剣を突き立て、鎮馬の指で挟むという奇怪な構えだった。それは、あらゆる流派で見たことも聞いたこともない構えであり、これこそ、ジョーカーでも評判の無名逆流れという危険だった。退治する二人の剣士、そして、それを見守る二人の女、この四名には、逃れられぬ因縁があった。 第二試合は、駿河半々氏、ザハ・カンザエモンと、女性なぎなた使い、磯田絹だった。いかに絹が、なぎなたの使い手といえど、カンザエモンは、家中でも、武芸絶妙と、周囲からも、評判の剣士。この試合、カンザエモンの勝利は揺るぎないものと予測されていた。だが、周囲のものはもちろん、出場者である絹自身も知られざることがあった。この試合は、他ならぬ、 関西門の抑えがたい性癖壁によって巻き起こされたものであった。第三試合は出場剣士、月岡幸之助に対して同じく出場剣士、黒川小次郎が仇打ち試合を望むという内容であった。だが出場剣士である幸之助は摂政を望まない温厚な人柄。対する小次郎も幸之助を恩人として尊敬している人物であった。 この二人が第三試合に組み込まれたのは刀を抜くと必ず人を殺めるという因果な運命を持つ雪之助が仇討ち試合を招いたものであった。そしてその彼が体得したという不殺剣に興味を持った過労三死泉守の計らいによって午前試合に組み込まれた。必殺の剣に対して不殺の剣がどのような結果となるかと周囲の思惑をよそに 両名の剣士は生産たる午前試合に結びつく。第四試合は、駿河城創術指南、笹原治三郎と不老人、くつき岩之助の組み合わせであった。だが、この試合が果たして無事に行われるかは誰一人としてわからなかった。というのも、岩之助は駿河城下において、名だたる剣士たちを殺害したという共感。噂では、 富士の風穴に潜んでいると言われているが、定かではなかった。多くの者は、おさむさぶの勝利を予想していたし、また願ってもいた。しかし、同時に、ガンス助が勝利するのではないかという危惧の念を抱いていたのも事実だった。かつて、寸布城下の船木道場の下男であったガンス助を、ここまで一躍有名人にしたのが、毎年5月5日に道道場にて行われる。 兜投げの武器と、当主、一伝祭の娘である地下の向選びがきっかけであった。生産たる、午前試合も午前の部最後である、第5試合を迎えた。しかし、出場剣士である二人の姿が全く姿を、表さない。この試合自体が、二人の望む形で組み込まれたもので、ある以上、何か不慮の事故があったとも考えられた。だが、午後の部である、 出場剣士もいない以上、代わりの試合を取り行うこともできない。ただなの顔が険しくなる中、城の者たちは、早急に出場剣士を捜索すると、すでに場外に手死闘が始まっていた。両者とも刀を構え、その体にはいくつもの傷跡を残していた。結果的に両者はそのまま試合場に乱入、このまま試合を取り行うこととなった。この両者、元は、 同じ道場の門弟であり、筑馬の友であった。その二人が試合前から争うこととなったのは、青年時に生まれた、わずかな溝からの祝縁であった。ある日、江戸の土曜井の神と四勝は、駿河大納言、徳川忠だを用して、家光を覗こうとするという密書を有力大名たちに送った。しかし、どの大名もこの無本に加担しようとせず、密書、老中、 堺が雅楽とを忠世に送り返した。実はこの密書、都市勝と忠世が大名の動向を探るための策であった。しかし、それから数日後、またしても大名から密書が届けられた。それは、さきの密書と同じ内容であったが、その署名には、忠長の家老、朝倉地区後信政と記されていた。駿河大納言、徳川忠長が、 実刑の家光に不満を持っていることは明確であった。この密書には、ただ長の無本、そしてそれに加担する大名を匂わせるものがあった。半年前、駿河藩に召し抱えられた津上国の助。実は、国の助は年勝から使わされた忍びであり、無本に加担する大名を探るために潜入していた。織氏も、奥遊筆、小島修造もまた忍びであることを知った国の、 助だったが、双方を忍びとして怪しんでいた。繁盛総部は、国の助と総倉を、午後の部最初の、第六試合に組み入れ、探りを入れようとしていた。二刀流剣士として、名を馳せた、宮本武蔵。しかし、寛永の初めには、未来地神竜なる二刀流の流派が存在しており、武蔵の流派、延命流とは全く別の流儀として流星していた。しかし、この流派は、 海祖、黒江豪太郎の内死にによって、急速に廃れていくこととなる。その内死にの場が、寛永六年九月二十四日での午前試合だった。豪太郎自身は周囲に必勝を豪語しており、ほとんどの者が豪太郎の勝利を予測していた。だが、豪太郎と共に起こった、未来地震流は、豪太郎の死と共に滅びる運命をたどった。第八試合は、他の試合とは違った思考であった。 それは、人幕好きの実演を兼ねた試合であった。この人幕好き、もともとは、戦国の世で、敵型の大将を、人幕越しに的確に突き止めるために編み出された、秘術であり、極めたものは神眼により、人幕の向こうも手に取るように見通せるという。太平の世では習得するものは皆無と言ってもよかったが、近年、 する藩に主官した、神道武材門は、この秘術を得得しているという。彼はその神眼を用い、ただ長の警棒から逃げようとした娘、地下を襖越まごしに突き殺し、その復讐を試みた恋人、佐伯修二郎も暴殺する。しかし、修二郎の友人である、小村玄之助は、武材門の人幕好きに不信を持つ。武材門は、実は、 幕府の資格であり、ただながを暗殺しようとしたことを取り繕うために、心眼を語っているだけではあるまいか。主君の安全を守るため、そして亡き友の仇を打つため、源之助は必ず先手を取られることになる、絶対的に不利な戦いへと挑む。第9試合は、これまでの試合と違って、甲冑で身を固めた上での騎馬戦であった。これは、実戦経験のある老犯、老飯師。 芝山半兵が経験のない若い藩士、栗田彦太郎を挑発したことから始まった。だが、試合当日、出場者の二人ともが入れ替わり、別々の者同士が参加していた。そして、この試合後に語られることのない、もう二つの死闘が繰り広げられた。なぜ、一度ならず、二度、三度と死闘が繰り広げられたのか。芝山晋三は、栗田二郎太夫の娘。 気をと濃い仲であり、嫁にと申し出たが、心臓の父である、芝山半兵衛と付き合いが長く、気難しいことを知っている二郎太夫は、この申し出を断った。これに腹を立てた、芝山半兵衛は、栗田彦太郎を挑発。売り言葉に買い言葉で、午前試合にて甲冑を身につけた、実践形式で試合を行うことになった。芝山の家では、普段は、 腰が痛いなど言っている老人である半衛を心配し、一方の栗田の家でも、半衛の武術の腕前は確かであり、彦太郎では勝てないと心配をしていた。試合の前日も稽古を行っていた半衛は、持病の神経痛を起こし、試合当日の朝になっても起き上がることさえできない。そこで、心臓が父になりすまして、試合に出ることにした。一方の栗田の家では、 彦太郎を縛り上げ、二郎太夫が代わりに試合場へと向かった。鎧兜に、こ当てまでつける試合だったため、互いに入れ替わったことが分からず、違和感を覚えながらも戦った。試合は、経験に勝る、二郎太夫が心臓の喉を槍で貫いて、決着となった。試合後、二郎太夫の槍について、血を見て、半兵が殺されたと思った清は、 心臓に謝るべく芝山家に走る。彦太郎も器を追って、芝山家へ走った。芝山家では、心臓の死体を目の当たりにした半兵衛が怒り狂い、神経痛も忘れやりを手に飛び出す。そこで目にした彦太郎を一月に命を奪った。その夜、お互いの事情を知った、老人二人は鎧兜に身を固め壮絶な戦いの末、双方絶命した。第十試合。 それは新東流剣士である、藩士、なる大四郎と藩士、笹島島ます家であった。この大四郎を、藩中でも、石切大四郎という異名を持つ、凄腕の剣士だった。だが、大四郎には人に知られぬ二つの悩みがあった。一つは、彼は一度しか石を切ったことがなく、以後成功した例がなかったこと。そして、もう一つは、美貌の妻、絹えが不誠実な女であり、 不義密通が日常茶飯事だったこと。一方、島助は大四郎に、その高い剣術を推薦されて士官した人物で、美形な顔立ちに、数々の秘験を体得している、島助であるが、実はこの秘験一つ一つには意味べきものが、隠されていた。すでに多くの死者土地を出した、午前時愛。その最後を飾るのが、かの剣聖塚原牧伝が起こした、 新東流並びにその諸派代表者同士の試合だった。だが、この試合の経緯には、多くの剣士たちが悩み苦しみ、そして無残に倒れていった。このような事態に陥った理由は、人は流代表剣士、水谷八也の非道な暴略と、牧伝の血を引き、さらに一瞬で男を虜にするほどの美貌を持つ、鮎女にあった。浦部春は、毎年一門を集めて、 鹿島神宮境内にて野外試合大会を開催していたが、その年の優勝者には、駿府への出資推薦がなされた。また、鮎女をめとって、牧田流政党を継ぐという栄誉が与えられる、可能性が高かった。今年の参加者に一羽流の水谷八也が参加したが、八也も、また鮎女に惚れ、物にせんと作望をめぐらせ有力者三人を、試合前に暴殺した。 さらには、三人の殺したのが、浦部春家の疑いがあるとそそのかし、浦部慎太郎を江戸へと出奔させ、優勝者に収まる。しかし、あゆ女は、慎太郎と付き合っており、八夜を振ると、江戸へ慎太郎を探しに向かう。あゆ女を追って、八夜も、江戸へ。あゆ女が身を寄せた、江戸の新闘流道場で僧流と称される二人も、あゆ女に惚れたが、は、そこを追 また、歌詞までの暴殺を新太郎によるものと測って、新太郎を闇討ちすることを、僧侶の二人にそそのかした。しかし、新太郎はこれを返り討ちにし、蜂屋へ、駿府での再会を言い残して、江戸を立つ。午前試合で、決着をつけることになった蜂屋と新太郎だが、試合前に新太郎は蜂屋に切られてしまう。ところが、試合には、新太郎の代わりに、 父の裏部春家が出場することになった。春家は捨て身の一撃で蜂屋の腕に深手を負わせたものの、額を割られ死亡。しかし、勝利を収めた蜂屋の脇腹に、あゆ女が担当を深々と突き刺す。薄れゆく意識の中、蜂屋はあゆ女の体を切った。僕伝流の剣士たちは、ここに、そのことごとくが倒れた。試合場に敷き詰められた白者は、 血の海とかし、あたりには、死繍が漂った、午前試合。生産たるも、数名の生き残りを出して終わった。だが、その生き残りも因果な運命に翻弄される。午前試合の出場剣士たちに、穏やかな終わりはなかった。試合を生き延びた、藤木玄之介、小村玄之介の両名は密かに、磯田絹に思いを寄せていた。徳川忠だ長も絹をヨトにと欲し,し、これを恐れて、 藤木、小村の両名は絹を連れて、城下を逃げ出す。逃げた三人の追手には、片岡京之助と、笹原治三郎が加わった。小村は、片岡と藤木は、笹原と戦いそれぞれ相打ちになる。捕らえられた絹は、忠だ長の与とを命ぜられるが、絹は、会見で胸を突き違いする。一部登場人物の生死に不正合がある。ありがとうございます。